この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッちゃおう、やろっと、すごいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人成瀬心美アンド月スポ久々登場助っ人美咲。今回の対戦機種はカイジ沼3。シンプルながらも豊富なリーチ演出、さらに出玉もかなり期待できるぞ。ルールはいつも通りシンプルに最終出玉数で多い方が勝利となる。そして巨拓が勝てば篠田優ちゃんの生着替えエンド無夫婦な写真を視聴者プレゼント、ご期待あれ。そんな篠田優ちゃんを迎えてまずはこのコーナーから。巨拓の無夫婦ご本人さんいらっしゃい。はい、このコーナーは毎回無夫婦さんのハンプル無夫動画をご本人の前で見ようというコーナーでございま す、ね、早速呼びますか。これでも別人ですね。あれは、にしながら、26連発。わー、これ本人？ちょっと聞いてみたいです。本人、いや、だいぶ違うじゃん。髪型が全然違うのかな。ちょ、呼んで。どうぞ、ゆうちゃんです。今ね、髪の毛長いけど、この時短いから。これ本、私？あ、私です、一応。なんか髪の毛違う、全然違うね。あ、足立由美さんみたいな。あ、いやいや、そんな。え、本当にこういうコーナーなんですか。そうだよ。怖い。ちょっと見ないでほしいけど。前回出た時もやりましたっけ。あの楽屋で勝手に見てたからね。はい、そうなんですか。そういつも勝手に見て。俺、いや、何が行きたいですか。やりまん疑惑だよね。疑惑じゃないよ。自分で言ったから。はっきりさせたよね、そこは。自分で言ったんでね。やりまんの。やりまん。あ、でもみんなやりまん。みんなやりまんってどういうことですか。みんなじゃないけど結構やりまん。やりまんっていうのはどういう定義ですか。定義、どういう定義。例えばじゃ何、飲みに行きます、うん、一人で行ったりするの。一人では行かないです。一人飲み行かない。じゃあ女の子何人かで行きます。まあ、二人で行きます。行くとまあそういうことになることが多いですね。それはお酒飲むとしたくなるってこと。あ、そうです、そうです。はい、お店にいてなんとなく声かけられて、うん、とかってこと。一番、じゃあ一番定番のパターンを教えてください。定番はその近くにいたお客さんとかと仲良くなって。ちょっと待って、私は何人って言ってるの。私は何人って言ってるの。その、まあ、2、3、4人とか、それぐらいで。それは何の友達なの。女優さんとか、仕事仲間、はい、はいはい、飲んでますで、まあ、例えば横丁とかで飲んで横丁って恵比寿横丁ですか。恵比寿横丁でこの女抱けるんか、すごいな。しょっちゅう言ってます。あ、本当ですか。ワンチャンありますね。あるね。タクシー代攻められたぐらいしかねえぞ。すごい。そうなんですか。うん、結構あそこ行くとありますよね、そういうこと。飲みに行って知らない人ともやれちゃうってことですか。そうですね、お酒が入った時だけですけど。それはやりまんかもしれないですね。ナレさんはそういうことあるんですか。ないですよ。怖いじゃないですか。何が怖いの。え、怖い、知らない人とその密室に二人きりになるみたいな。そういう怖さはあるの。あんまりないですね。そう、それが普通です。風俗とかも、うん、怖いから絶対できないです。その V 現場はいろんなスタッフさんいてくれるし、うん、間に事務所が入ってるからいいけど、うん、知らない人と密室に二人きりになるっていうのが。私タクシーも怖いですもん、ちょっと。初めて会った赤の他人と二人きりで、しかもね、セットなさるってすごくないですか。だってあ、まあ、すごいと思いますね。それは普通ですよね、確かに。だって無理やり中に出されたりしたらどうすんの。あ、確かに怖い。ちょ、嘘でしょ。今嘘でしょ。気をつけてね。そこは大丈夫です。ちゃんとゴムはつけましょうということでやってるんで。はい、すごい。まあでも話しかけてくれてやりに行くけども、その中でも一応品定めはしてるっていう。あ、一応ある程度はね、あんまりヤバい人はね、うん、基本どういう人が多いの。別にエロそうな人。エロそうな人。じゃあまあ、はい、
横丁でこう飲んでるとします。男性いますよね、1、2、3、4、5、6人いますよね、はい、誰がいいな、偉そうだなこの人。あ、魚宅さんもいる。俺もいいですよ、6人の中で。あ、でもそういう人、魚宅さん偉そうだなって思ってエロいんですか。俺全然そのタンパクさんも全然タンパクです。じゃあ俺覗いたら5人で見たら5人偉そうな偉そうな、もうこいつめっちゃねちっこいぞみたいな。ねちっこいぞ。あ、でもあんまりねちっ、上原さん上原さんエロいね、ねちっこいんですか。ちょっと経験豊富な方がその統計学的に言ってるわけだから、じゃあ上原さんねちっこいってことですね。ねちっこそうだなって分かんないです、やってみないとね。そう、勉強になりますね。そうなのか、分かんないです。はい、篠田優は見る目がある女。今までですか。もうそれはもう上原さんねちっこいすぎて。すごいですね、勉強になりますじゃあ我々選ばないなと、我々はもうちょっとエロスをもうちょっと頑張ってください、ねちっこく皆さん。いや、よし、もう身についたって言ったら横丁に行くっていう。そうですね、大変かもしれない。そうですね、はい、お願いします。